はいどうもですよろしくお願いします。ということで、今回もバンティラッシュをやっていきましょう。ということで、はい、えー、今回はですね、まあ、最強ディフェンダーおすすめメダルということでですね、まあ、やっていきたいと思います。はい、えー、まあなんで、えーと、まあ過去からね、使われてるやつだったり、最近出てきた最強おすすめ編成、えー、まあぜひ紹介していくんで、最後まで見ていってください。それでは行きましょう。どうぞ はい。まずはですね、こちら、カチカチ編成ですね。まあ、このコラソン一生、ホビーホビーですね。うーん。で、まあ、コラソンで言えば、このダメージカット5%。え、一生もダメージカット5%。そしてですね、こちらダメージカット3%と。はい。で、中身はですね、えー、ダメージカット7%している、えー、メダル編成になっております。まあ、本当にね、カチカチの王道の形になってくるんですが、まあ、ここのね、ホビーホビーが、えー、まあ、ないっていう方は、まあ、結構いらっしゃると思うんですけども、まあ、正直、代表メダルって正直、 イベントメダルしかないんですよ、これって。はいで、まあ、これのね、ギロギロメダルもそうだし、はい、で、こちらの後ア々トアトメダルもそうだし、うんで、まあ、普通のね、えっ、ー、と、メダルの、えー、まあ、代用メダルっていうのは正直ないですね。はい、なので、えっ、ー、と、まあ、そこら、 はねえー、まあこちらのイベントメダルがね、まあ、復刻、えー、するもしくはですね、まあ、新しくね、こういったあのダメージカットの固有特性このバッファローメダルもそうなんですけどもはい、えー、まあこういうのがね、えー、出てくるのを待っていった、えー、方がいいかなとうん、まあ、特にね、まあ、最近はカチカチメダルって正直使わないので、まあ、どっちかっていうより、えー、とまあダメージカットもしっかりとあって。 で、スキルを短縮していく型の方のが、まあ最近流行ってるんで、まあね、えっ、ー、と、まあそちらの方を作った方がいいかなというふうに思います。 はい、続いてはですね、こちらのゴロゴロ3種になってきます。まあもう一つね、紹介するんですけども、まあこっちのゴロゴロ3種の場合はですね、スキル1短縮があって、えー、ダメージカット5%で、これがイベントメダルでダメージカット5%という形で、で、まあ中身の方でもですね、えー、これ、えー、ダメージカットがあって、まあスキルがね、えー、普通に短縮していくものになっております。うん。まあ、えっ、ー、とまあ今はまあこれ、これは、これに関して言うとね、まあいろんなキャラクターにも使えてくるっていう、まあちょっと,、えー、と万能型になっ ってきますねディフェンダーの。はいえー、で、まあ、これがですね、まあ、このイベントメダル、えー、これがないよっていう方は、ですねあのコーラでの、えー、交換ができる、まあえー、とエネルの方う、まあ、ゴロゴロメダルの方ですね、はいえー、こちらで代用していくといった形ですね。まあ、最近、特に言えば、あの状態以上かかるキャラクターたちが、まあ、どんどん増えてきてるんで、はいえー、逆に言えば、こういったね、えー、ゴロゴロメダル、えーまあ、敵から攻撃されたとき、3%の確率で感電状態を5秒間付与するとはいいうものになってて、まあ、しっかりとね、えー、まあえー 敵ににいててくくるるもののなってくるのでまあなのでエネル3種はね、えー、こっちのパターンと、えーまあ、先ほどのイベントメダルのパターンですねはいなので最近始められた方はですねこっちのパターンの方が、えー、できると思うのではい是非ともやってみてください。 はい。で、続いてはこちらですね。またもや出てきた、この、カイドウ、カイドウ、キングの組み合わせ。これ、ほんまに万能です。マジで万能なんですよね。まあ、なんで、特にスキル1がね、えー、最近、えっ、ー、と、優秀なキャラクターが多いので、まあ、これがね、めちゃめちゃハマってくるんですけども、はい。えー、まあね、特にオリン、おりんで使われてる方、非常に多いですよね、この編成。まあ、ダメージカットもあって、ダメージアップもあって、えー、しっかりとスキル短縮もしてて、こういう特性でスキル1短縮していくと。はい。で、まあ、これは、ね 自陣の時に与えるダメージが5パーツをしていくっていうものになってるんでまあね、えー、非常にマムに合ってくる、えー、メダル編成になってくるかなと、えー、いう風うに思いますはいえー、まあなんでこれを作っておけばねもうアタッカーゲッターディフェンダーあのー、もう程よくもう,もう全員に使えてくる、えー、まあ最強メダルの、えー、一つですね はい。続いてはですね、こちらになってきます。オニルヒー、青キット、キット相棒メダルのイベントメダルのやつですね。はい。まあ、これもですね、まあ、イベントメダルがなかったらちょっとできないものになってくるんですけども、まあ、別にそこまで重要な、えー、編成ではございません。はい。まあ、あの、コラスン一生、ホビホビがね、えー、できなかった方が、えー、まあ、ちょっと、えー、こういう風に新しく作られた、えー、カチカチ編成になってるので、はい。まあ、ディフェンダーで使っていくっていうのであれば、えー、先ほどの、えー、コラスン一生の方のが圧倒的にカチカチなので、 まあそちら使った方がいいかなというふうに思います。はい。まあこれもですね、ダメージカットが5%、そしてダメージカット5%で、ダメージカットが5%と、はい。まあこういう特性で、しっかりとダメージカットしていくものになっております。はい。で、与えるダメージもあって、まあ、スキルがですね、まあそこそこ短縮していくといった形ですね。はい。まあなんで俺はこれをするんだったら、コラソン一生、ホビホビとかね、えー、いうふうにしていった方のが、安定の硬さを出していけると思います。 はい、続いてはですね、まあ、これがちょっとおりん専用にはなってくるんですが、このマム三種ですね。はい、まあ、マム三種はもう本当にあの、おりんの、まあ、いいところをしっかりとこういう特性で出してきてるといった形ですよね。はい、えー、まあ、燃焼中の、えー、敵から攻撃された時、えー、ダメージカットが5%と、はい、5%カットしてくれて、えー、ダッシュ速度が8%増加していって、敵を KO した時、体力が5%回復していくと、まあ、本当にあの、いろいろずくめという感じで、で中身はですね ダメージカットが10%、えー、でダメージアップが10%でさらに、えー、ダメージアップが10%とはいというふうに、まあ、スキルもです、ね、しっかりと短縮していってる、まあ、懸念されるのは正直このスキル1どっちかっていうとオリンってやっぱスキル1の方短縮の方が圧倒的に欲しいので、まあ、これのそこはちょっと弱いかなと、えー、いう部分になってきます、まあ、なので、まあ、オリンをね真剣に、えー、マム編成 え、メダル作っていきたいなっていう方に関しては、あんまり俺正直おすすめはしないですね。はい、ただまあこの編成もあるよっていう形です。 はい、続いてはですね、こちらになってきますね。まあ、カイドウ、オリンは、まあ、カイドウといった形になってるんですけども、はい、え元、ー、ロックス海賊団で10%カット、当てるダメージが10%、ダッシュ20%、回避7%の、スキル2が14%で、やっぱりスキル1の方が大切なので、こちら20%と。で、さらにこちらでね、スキル1を短縮してって、えー、これ、燃焼中の敵からダメージカットが5%。これめちゃめちゃいいと思うんだよね。うーん、ま、あこれさえね、えーと、ま、あキング、 え、特にイベントのキングがない人が、まあ、結構いると思うので、イベントキングない人はですね、俺普通にここにおりんをつけて、えー、やってったらですね、ここしっかりと硬さも出て、ダメージアップもついて、スキル1短縮してくれるし、スキル1の、えー、常にの,の短縮がこれ20%なので、非常に安定してると思うんだよね。はい。まあ、なので、えっ、ー、と、キングのメダルない人で、まあ、このカイドウキング、えー、作れてる方はですね、ここおりんめちゃめちゃ俺はおすすめしたいと思います。はい。なんで、えー、ぜひともね、えー、やってみてください。 はい。 はい、続いてはですね、こちら、キング、えー、カイドウ、ブラックマリアメダルになってきますね。はい、まあこれはですね、俺、ゼファーだけにしかつけてないんですけども、まあスキル1が特に優秀なキャラクターはですね、この編成めちゃめちゃスキル1短縮、えー、めっちゃ早いんで、ぜひともやってもらいたいやつですね。はい、まあカイドウとキングはですね、もうわかる通りこれスキル1短縮。そしてブラックマリアがですね、えー、自陣のお宝エリアにいる時にスキル1を短縮していくと。はい、まあなんで、ゼファーとか がねえーまあ、当時、えー、やっぱ対策されてやっぱあの強化状態になったとき敵から攻撃されないことが増えたんですよね、はい、そうなったときのために、えー、自陣にいるだけで、えー、スキル短縮、えー、上がっていくものをつけていくと、はいまあ、それでカバーしていくといった形ですね、まあ、なんで他にもです、ね、スキル1が優秀な、えー、ディフェンダーいると思うんですけども、えーまあ、そういった風に、えー、対策していくのありだと思います。 はい。てな感じでですね。まあ、ディフェンダーのおすすめメダルって意外に少ないんですよね。はい。まあ、なので、まあ、今あげたやつで、まあ、イベントメダルとかね、えー、やっぱないよっていう方多いと思うので、まあ、イベントメダル抜きで、えーと、おすすめを出していくなら、まずはこのエネル3種になってきますね。はい。まあ、これはですね、まあ、このエネルを持っているのと、あとはこちらコーラで交換することで、えー、しっかりとね、こちらスキル1短縮。で、これダメージカット5%。で、中身もですね、えー、ダメージカット10%。 パーあっってててのスキルが普通に短縮していってで、こちらですね。ワンチャン感電させることができると。はい。いったメダルになってるのと。はい。で、もう一つはですね、こちらですかね。え、ま、先ほども言った、カイドウカイドウ、え、おりんですね。はい。この編成が非常にいいと思います。うーん。ま、なんで本当に安定路線行くのであれば、ま、こんな形ですね。ま、イベントメダルある方はに関して言うと、え、ま、先ほど上げていったやつを、え、ま、編成していくのもありだと思うので、はい。 まあ、ぜひとも皆さんね、えー、よく考えて、えー、メダル作成、えー、してみてください。